感染列島は2009年1月17日に公開された日本映画である。キャッチコピーは神に裁かれるのは人間かウイルスか主演は妻吹里志、断礼。監督はせせ高久。配給は東宝。この映画が公開された3ヶ月後の4月には実際に新型インフルエンザが蔓延し世界的流行となっていたが、 本作では日本において新型ウイルスの感染が蔓延した場合、どのような事態となるかが描かれていく。2008年5月のカンヌ国際映画祭でストーリーが話題を集め大きな反響を受ける。さらに公開前の時点でハリウッドによるリメイク版も計画されていた。ロケは主に新潟県で行われたが、一部北海道、中川町でも行われている。また、 この映画を原作とした漫画がビッグコミックスペリオールで連載されていた。極限状況で選択を迫られる人々、その時、あなたは愛する人に触れられますか ?2011 年1月、正月明けの泉の一律病院。救命救急医、松岡剛のもとに一人の休館が運び込まれてきた。熱、痙攣、吐血、全身感染とも言える多臓器不全。 これらはすべて新型インフルエンザに想定された症状だが何かが違う。この感染症にはあらゆるワクチンが通用しなかった。有効な治療法が見つからず、ついに患者は死亡してしまった。無力さを嘆く松岡をよそに、事態はさらに深刻化する。同僚の医師、安藤をはじめとする医療スタッフや外来、入院患者たちまでもが院内感染してしまい。 病院はたちまちパニック状態に陥ってしまった。事態の調査と感染拡大を防ぐため、世界保健機関からメディカルオフィサー、小林英子が派遣されてきた。英子の姿を見かけて、動揺する松岡。かつて、二人は恋人同士だったが、英子の海外赴任をきっかけに、今は別々の道を歩んでいた。 英子は直ちに病棟全体を隔離し、新規患者の受け入れを拒否するよう、病院側に要請する。そして非常とも言えるトリアージを進めていく。はじめは、その強引なやり方に反発する松岡であったが、英子を信じて共に戦っていくことを決める。一方、ウイルスの猛威は止まるところを知らず、恐るべき速度で全国的に蔓延していた。このままでは、 感染患者は数千万人を超えるという、戦災をはるかに上回る被害が予測された。そうなれば交通網は凍結されて、都市機能は停止、経済が破綻をきたして、日本の社会は崩壊してしまう。そして、ウイルスが世界各国へと広がれば、人類は滅亡へと向かうことに、感染爆発までのカウントダウンが始まった。バイオテロか、それとも、 神の攻めくイコールブレイムか。果たして人類は未曾有のウイルスパニックに終止符を打つことができるのか。ビッグコミックスペリオールで連載。作画担当は柿崎正澄。2009年7月24日発売。発売元は TBS。発売。販売元は東宝。2009年4月から全日本空輸及び日本航空の一部の国際線で。 機内上映されていたが、2009年、新型インフルエンザでの状況と映画の内容が似ていることから、全日本空輸では5月いっぱいで機内上映中、よされた。2009年3月5日、本作を韓国に輸入した KTH が制作サイドの許可を受けないまま結末を変更した編集版を無断で国内上映していたことが判明した。本作は本来、 ウイルスによる悲劇を克服した人類の姿がエピローグに盛り込まれたハッピーエンドだったが、KTH はウイルスによる被害が徐々に広がる様子だけを見せるエンディングに編集していた。TBS は風切り2日前にこうした事実を把握したため、KTH に公式に抗議、原本のままの状態で上映するよう要求した。 KTH 側は原本通りの上映を約束したにもかかわらず作業時間上の問題を理由に原本のエンディングから2分間を付け足した117分の編集本を同年2月26日に封切りした同年3月4日に本来通りの作品の上映が行われた TBS は KTH の行為に対して結論を正反対に変えたのは創作者の意図にも 完全に反する。エンターテインメント業界の一員としてこの問題を、軽視、黙認することはできないと判断したと遺憾を示したが、KTH 関係者は、TBS とのコミュニケーションにミスがあり、生じたハプニングに過ぎない。任意編集した事項については、TBS の了解を求めており、現在は日本が制作した原本通りに上映しているとコメントした。本作は防衛省。 陸上自衛隊の撮影協力を受けており、エキストラとして、陸上自衛隊の車両やヘリコプター、及び実際の自衛隊員が出演しているが、一部のシーンでは、陸上自衛隊の装備や、被服のレプリカを着用した民間のエキストラが、自衛隊員として、出演、演技している。そのため、実際の自衛隊員とは、装備や服装が微妙に異なる隊員が、 画面に登場しているシーンがいくつか存在する。登場する自衛隊の装備は以下の通り。フィリピンの警備会社が所有している現金輸送用の装甲車また、終盤で舞台となる東南アジアの架空の国、アボン共和国のシーンはフィリピンで撮影されており、マニラやネグロス島にてロッケが行われた。アボン共和国のシーンに登場する現地政府の警察官は、 フィリピンの民間警備会社が演じており、警備会社の所有している現金輸送用の装甲車が警察車両として登場している。ありがとうございます。